感染の再拡大を極力抑えていくためにはまさに今がですね、えー、正念場であると記者会見で危機感をあらわにした鈴木知事道内での今日の新たな感染者は15人知事は人の流れが活発になる8月と9月を集中対策期間とし鈴木の地区の接待を伴う飲食店およそ500件を個別に訪問して 対策の呼びかけなどを行ううという一方、463人の感染者が確認された東京をはじめ、道外との往来については全国的に過去最多の感染者の感染者数の確認が相次ぐなどですね、感染が再拡大をしていると、訪問の必要性、訪問場所などについて、慎重に ご判断をいただくように改めてお願いをいたします道庁の入り口に設置されたこちらの案内板実は消毒ができるだけでなく体温も測ることができるんです道庁に設置された電子ディスプレイに広告を表示するデジタルサイネージこの前に立つと体温を測れるほか 手を入れれるると消毒液もも出てくる優れものだ今後、札幌や旭川など5つの市役所にも設置される予定だというさまざま、いろんな人が通る場所にです、ね、当社の消毒・検温サイネージを設置できることによって、まあ、コロナ防止につなげていければなというふうに考えております。